ということで、いただきチャンネルをご覧の皆様、おはようございます。サスケでございます。そしてキャンです。暑いね、直射日光がすごい。まあ日焼けは俺別にしてもいい派だけど、そんな暑い本日は2024年6月15日土曜日、ウエスタン神奈良南葛西店ということで、ここね多くても100ぐらいなんだけど、今日は120近く、まあちょっと多いかなぐらいだね、はい、ブブブが1台増えましたね。11台になりました。120分のブブブ11、からくり8で、まあ聖夜まだ打ったことないけど、まあ AT 当選するかわかんないけど、一応朝座る候補には入れるとして4 23、千葉リオ3台、27、5分の1、 20%。まあ1個目はいいよ、1個目はいい。あ、1桁消えた。おおおお、 OK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 。 だからまあ10だから0がないから、000出たらもう意味わかんないから9分の1ね。で10か20でも OK だから9分の2、 16% から今 22% ぐらいに上がった。謎の上絞、細ければいいんだな、1だから。あ、だあ、6があるんだ。 あ、しょもな、ディスコ。おはようございます。お願いします。ちょ、ワンチャンないかな、急に。やっぱね、からくりが打ちたいのよ俺は。俺本当はね、ブブブよりからくり派なのよ。ブブブははっきり言って簡単、出すのは。からくりの方がひりつく。ディスク、もうからくり探してる暇がない。あ、角に、危ない危ない危ない、角に取られてたわ。欲しい方の角の方が空いてた、セグ壊れてる方。ということで、久々ディスク、ガックンチェックした気がするよ。まあこのお店といえばディスカップなんだね、はい。まあといえばで言えばバルブレイブもしっかり出てるんだけど、いや今俺が収録できてるお店で、過去の実績として2店舗ですね、ディスカップでトロフィーが出たことがあるのが、それがこの神奈良南葛西店、ウエスタンの、はい。まあディスクの動画なんてって言ったらあれだ、俺は普通に好きで打ってるからいいんだけど、そのやっぱりバルブレイブとかに比べると全然再生数少ないんだけど、そのまあコメントもね、つくコメントも数は少ないんだけど、よりこうなんて言うんだろう、濃度が高いというか、プロみたいな人からのコメントも結構多いんだよね。俺がリーチ目ミッションやってるって言ったら、結構なんか、おっ、ついにこっち側に来たかみたいなやるからにはまあリーチ目ミッションちょっとはね、はい。まず目押しの方がね、どうだろうね、今日の調子が。最近その手の台を打ってないから、昨日からくりサーカスでね、ビタ押しを結構やったんだけどね、全然できなかったからね、早かった。ずっと左青7が上段に止まり続けたわ。お、外産停止。よいしょ、ラッキー。よいしょー、よいしょー、ナイスビッグ、ナイスビッグ。2000、はあ、頼むぞー。頼むじゃないよな、自分でやるんだよな。あ、練習してない。あ、遅い、やめようかな。お、第三停止リプレイ、当たったわ。チャンスの変化、あー、ダメだ、めっちゃ滑った。これ赤頭っぽいな。あー、あー、お、二角ゲチャな。リプレイでもショートで二角だし、うい、1枚、よしよしよし、いいね、ディャッディャッ。おほほおほほ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 
目じゃない、出目じゃない。あ、バー、やったー、うれちぃ、うれちぃ、うれしい。これ狙い、やばいな。こんなのちょっとだけ、ちょっとだけ移動します。ほんとちょっとだけね、ほんとちょっとだけだから。まあ2000円ぐらい負けたわということで、これ朝一だったらな、まあ弱手だけど、あのディスクアップは150枚使って50枚返ってきて終わりで、カラクリサーカスが開くまでちょっとだけこれ打ちますははははっつって、今の時間がもう3時50分なんですけど、この台これバルブレイブって言うんですけど、今この3時50分まで朝一からずっと同じ人が打ってて、革命ボーナス1回、決戦ボーナス2回、終わり、AT 入ってないっていう台なんですよ。でずっと打ってたけど、ちょっと履歴というよりスランプグラフ、もう10万ですよね。46貸しでマイナス5000枚近いんで、もう普通にもうなんかめちゃめちゃチャンスゾーンをスルーしまくった挙句、もう天井直前で決戦、天井直前で革命、その後2回目のチャンスゾーンで決戦引いて今ここっていう。カラクリ開かねえかな、カラクリの空き待ちでブブブ打つやつおるそれだったらディスク打っとけよっていうね。もうマイナス5000枚だからさ、この台なんか狙うのは一つだけよ。もうとりあえず革命分岐だけやらしてもろて、で一応今設定がありそうなバルブレイブがどれだけあるかっていうところで、11台あって、角台がまあさすがにあるよね。もう1万5000枚ぐらい出てる台が1個ある。あとは7000枚の台と6000枚ぐらいの台とはあって、右の台も4700枚出てて、まああってもいいかなぐらい、明確にあるっていう感じがの台がまだ角の多分1台しか見えてないから、ワンチャン埋もれてる説。いやこれ俺経験ないな、3500ゲーム回してラッシュなしでしょ、ストレートに10万でラッシュなしで、ちょっと厳しい台だなこれは。やめるタイミングある、まあ、ちなみに前任者の子はさすがにお金がなくなりましたって言ってやめてったから、まあバルブレイブ打ちに行くときは10万持ってけって俺はよく言ってるんだけど、まあ10万持ってきて10万なくなってるから彼はしょうがない。さあ格の違い見せつけるわ。赤来い、赤、赤来い、赤来い。あー、格の違い見せず、格の違い見せつけれず。これは当たってもらわないとぐらいだ。 OK200、 これがハマり決戦後の、まあ、ハイエナっていうほど期待値は多分ないけど、このあれね、さすがにエイリーはいなくね、ちょっと決めたい、さすがに決めたい。最終ゲームのリプレイは当たらないんだよね、聞いてねえし。あー苦しい、金、でそのままチャンスを入る。よしよしよし、今さすがにこれ狙いが渋いな、これだったら。ああなんで、厳しい、
これちょっとグラフと見比べてやって彼間違ってなかったよ。この台を打ってた君は間違ってなかった。積もったわどうにかなる前に、どうにかなる前に救ってやろう。救えんのかこれ。これでラッシュ行くまでじゃあ粘ろうってなるじゃん。夢はあるよね。だってこれ千の差あるよ。もう今マイナス6000でしょ。要は8400枚までは一撃で出るわけだから、今この瞬間に当たって、うん、革命ボーナスとかでもう全然あの分岐から1000とかいっちゃうぜ、いっちゃうぜって別にいかないんだけど、一応行く可能性はあるぜって。でもこれで報われたね。俺もディスクアップ、ワンチャン設定ありそうなディスクアップやめて移動して、今日だから期待値プラスのことしかしてないし、これを打ってた彼もね、10万円なくなってもう無理ですって言った彼も間違ってなかったから、気持ちは悲しいかもしれないけど、また同じ状況なら同じことをしていいと思う。まあ、バルブレイブを打つってそういうことだから。本当に俺自分で10万入れてないからさ、全然こんな感じでさあれだけど、言うてでももう2万は入ったけどな。レグレグ、天井にはいかない。お前お前無理だってそれ、無理だってそれ。うん、一気取った、一気取った。オッケーオッケーオッケー。でもこれが革命ボーナスでマリエ覚醒だったら今頃はこれでこれでホールドしなくて、マリエ確定、しかもストック1個だったね。よし、あと2個ね、あと2個ね、まだまだあるね、あと2個。京都京都ない。よし 75%、 この台の初ラッシュまで。バカ野郎、よしよし、初ラッシュ、初ラッシュです。サマイにしてマイナス多分6500枚ぐらい。もうちょっといきなり革命分岐狙いしていいかな。オカルトなんだけどさ、革命分岐狙いでレバー叩くと普通の継続しないのよ。まだわかんないよ、お戻しあるよ。あーお願い、1回だけ、1回だけじゃなくて10回だけ。はぁ辛いよこの台、あーきついよ。最高級のしか来ないね。赤じゃないか。おいし、ナイス革命、ナイス、オッケー、よし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 、でかいぞ。白チャンス頼む、よしよし、でかい。ああ、まあいいか、まあ輪郭性、いやこれダメだよ、ダメだよ、ピノ来ないんだからもう取りこぼしだよ。オッケー、もうマリエしか助からなかったからな今。
シュート。無理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 、それは無理だって。まだ諦めない、まだ諦めない、帰ってくる。内臓とキューマ以外マジで出てこないのすげえな。赤来い、赤、赤来た、おい、来い来い、よしよしよし、許す、ギリ許す。いやもう無理だよ。ナイス、あい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 、いやまあそうなるよな、紙一重だったな今。ダメー、いや8連続キューマライズ、それでよく4回ぐらい当てたわ。まあでも先だからって当たってはなかった。胸、あの煽り、アクセル煽り、あアクセル煽りだったら耐えたんだアクセル煽りだったらね、あの666倍っていうビッグが不安があったね。研究のために金捨てようかな。なかなかないからね、こうなるケースって。ちょっとこの台やめてカラクリでも打とうかな。初アキラで、あのガセ含めね、アキラが登場したのが初めて。ワンチャン当たるよ。絶対おすすめなんだから。うん。麦はありそうだね。熱い。もうこれだってベルじゃない、もうこれマジ熱いじゃん。こんなんもうね、めちゃめちゃ熱かったよ、ね、だって残り6だから押し順ベルでも当たりなんだけどもうめちゃめちゃ熱かったね。
あそこから3枚ベルとかリプレイで、まあ、外れることもあるのかな。3枚ベルででも今あの強煽りだったもんね、あの数字6が出てきて。ここでホールドない。ま、都市伝説見てやめっか。ええわええわ、満足した。満足っていうか、まあお疲れ様でした、ナムさん。さらば。ということで、もう夜9時ですね。店内状況を最後に見ていきましょう。まずは俺たちのディスクアップは隣がドートロで、俺の代も多分あったとは思います。忍び魂13,000枚、うん、で天然がこれが5000枚でしょ、まあ、各機種1台はね出てんのよ。あで千葉リオがねやっと始まったね、3000枚。聖夜が、あ厳しいと思ってた聖夜が1個7000枚出てるね。バルブレイブはこの打ち角が今9700枚で、残り25ゲームプラスストックあるから、まあ、ほぼほぼ満枚だね、はい、でこれ俺打ってた台マイナス9000枚で、ここが6000枚出てて、その隣が7300枚出てて、で角がトップかな、15500枚。うん、こんな感じで。であとからくりはこれ俺が狙ってたからくりね、まあまあマイナスでもまあそんなでもない、5000枚ぐらいか、8000枚。でその隣が9968枚で、これは1回4000枚出たけど綺麗に着地って感じ、タコ負け。ということでウエスタン神奈川南火災店での実戦終了。まあ、朝1抽選負けてディスカップ行って、投資3000円でまったりと遊んでいたんですが、もう定時4時に帰って、今日土曜日だし家族とねご飯を外に食べに行こうかななんて考えてたんですけど、マイナス5000枚ラッシュなし、ボーナス3回バルブレイブ。まあお店の傾向的にも、まあ、ゴリゴリに、まあその時点でもうすでに満枚出てる台が1台と、要は当たりがもうちょっとあるだろうという読みで、球は出てるけど、まあ、ドライブ的になさそうな台がある中で、まあ全く分かってない台だからワンチャンあるよねと思って打った結果、まあ、タコ負けしたんですが、まあ、結果その辺の読みはズバズバに当たってましたね。まあ、結果俺はバルブレイブで8万5000ぐらい使ったのかな、4時から。まあだからタコ負けしたんですけど、いつも言ってるように、じゃあ後悔してるのか、次同じ状況になったらどうするかっていうのを考えた時に、ただただマイナス5000枚の台に飛びついたわけではないっていうのは、まあ分かってほしいんですけど、しょうがないといえばしょうがないっていうね。そういう意味においては立ち回り的にはもう間違ってなかったんで、結果クソほど負けたけど、それはしょうがないよねっていうところなんで、まあだからまた同じ、本当に全ての状況が同じであればまた打つと思います。そのまず1個、加減ミミズなんて言われるね、マイナス3枚がすげえ7000枚とかいった時に、まあ、ミミズ化するみたいな、まあ俺も初めて、15万とかバルブレイブで使った時に、経験したんですけど、まあそれもねミミズっぽい雰囲気で実は違うとか、もう正直絶対っていうことがないので、ことバルブレイブに関してはね、なんで分かんないですけど、まあ、今日は少なくともそういう感じは見受けられなかったと。ただまあミミズに仮にじゃあ加減でね確実に行くのか、あの一定確率で行くのかすら分かんないし、果たして本当に行くのかも分からない状況の中で、行くとしてどのタイミングで行くかって言ったら、おそらくボーナスを契機に行くと思うんですよね。ってなると俺マイナス6000枚ぐらいからボーナス観天井を1500まで連れてかれて、一気にマイナス8000何枚までへこんじゃったんで、まあなんか行く契機とタイミングもよくわからない。今日得るものは正直あんまないけど、店のまあ強さというか配分の読みとして、で結局俺の右隣の打ち角の台も今もう満杯ぐらいで、ドライブもバチバチ飛んでて、いやまあなんか喋ろうとしてるけど特にないよね、マジで何もなかった。ただただハマり続けてチャンスゾーンも全然通せなくて、結局個人では革命ボーナス1,2,3,4回、決戦ボーナスが2回、破産って感じなんですけど、別に他の誰かとか特定の誰かとか別に言うつもりはないけれども、あんまこれで文句言ったってそういう台なんでしょうがないよねって、だからもう打っててもなんかしょうがないとしか言いようがないんで、
毎日これを繰り返していったらトータルではプラスになるはずなんで、そう信じてやっていくと。今日ちょっと夢を見ました。革命分岐持ってきて、まあ普通のノラドライブでもいいんですけど、追撃来たら1000ゲーム乗る、一応ポテンシャルはある。まあそれ言い出したらへこんでる台全部そうなんですけど、しかも分岐経由の話をするんだったら設定不問なんで、まあいろいろありましたけど負けましたっていうことで、まあいいでしょう。明日から全国のバルブレイブは全力でお願いします。はい、ということでこちらいただきチャンネルの収録スケジュールですんで、また頑張りましょう。お疲れ様でした。